前日の刑事予選でチームのセカンドタイムをマークしたライダーが登場するアタックステージ。33番のホンダは宇川徹が登場。直前のフリー走行で転倒した宇川にとってはその雪辱の舞台となる。アタックステージで2分9秒台のトップタイムをマークしたのは川崎のゼッケン2番井筒仁康。やはり直前の転倒のせいか慎重な走りを心がけた宇川は井筒のタイムを上回ることができず、このセッションの3番手となった。以後も井筒のタイムを上回るライダーは現れず、タイム更新はジャンプアップステージに持ち越された。